カバーオールとは衣服の一種。本来はトップスとボトムスがつながったつなぎのような形の衣服を指し、乳幼児向けではそのような衣服を指すが、それ以外では作業着のトップスの総称として使われることがある。形はロンパースと似ているが、ロンパースは下着として着用されることが多いのに対し、こちらは下着の上に着用する中着ないしがいい。 理由は不明だが、1900年代前半に D バイス社などで C ではなく K で始まる綴りが使われていたことがあった。バーンコート明確な定義はないが、作業着、もともとは作業着として作られていた衣服、作業着を模して作られた衣服のトップスの総称として使われる。ボトムスは含まず、また G ジャンやオーバーオール、つなぎといった、より認知度が高いであろう。 呼び長が別と存在するものは、ここから除外されることが多い。英語のチョアコートに似ている。カバーオールと呼ばれる衣服の一部例を挙げると、レールロードジャケット、エンジニアコート、バーンコート、オーバーシャツなどがある。ありがとうございます。